はいえー、こんにちは六助です。 えとこの前、ね、新潟に行ってきた写真なんですけれども、えーと、これはね、夕日が綺麗に撮れたんですけれども、ピンボケもね、結構多発しまして、絞りすぎかなみたいなことを夏男くんと話してて、あの人ね、写真部出身なんで、あのー、絞りとシャッター速度と感度の計算がね、あのー、組み合わせが空で出てくるんですよ。なので、計算してるんじゃないかもしれないけどね、で僕 1,、1000分の1、56で切ったから、750分の1で割って言われたら、うんって詰まってしまいましてね、えー、マジ、それ知らないで写真撮ってたんで ですかっていやー僕ね写真のこと詳しくなったのは実は最近の話でこれねアルフセ7 7これ電子ファインダーなんですよ一眼レフでありながらでここにねいろんなパラメーターが出るんでこのシャッター速度で、えー、この絞りでとかね、まあ、感度はここに設定してってやるとマニュアルモードで撮ったとしても、えー、その結果が露出が得られますよとかねあとはこの画面自体もそれに合わせて色味とかが変わっていくんで直感的にここの数字を見てあのマニュアルモードで撮るにしても計算をカメラがしてくれるんで うん、そうそうね計算するってことはねなくなったからなくなったからこそ僕がね、えー、取れるようになったんでアマチュア無線に、ね、関しても、ね、同じなんですよ、えー、僕みたいにこう物事に対して興味はあるんだけれども実務計算が苦手な人がある程度無線ね、えー、工作とか。 そういうのができるようになったっていうのはこういうソフトのね存在っていうのが、えー、大きいんですよね、えー、でそういうので計算してるっていうと、えー、本当にねあの一陸ギーとか持ってる理工系の人から言わせるとあ、それってね、えー、ダメでしょうとかって言われるんですけれども、えー、実務上ね えー、あのできるんですよ結果論から言えば、えー、これは同軸管75オームの同軸管ですねで同軸のこのパワースプリッター2分配作るにあたって、えー、その外側のケーシングとある、えー、アルミパイプ、えー、それの、ね、サイズ内寸と中の同軸、あのー同棒えーね、あの棒の、えー、外径 それのね、えー、組み合わせで75を燃も L にはどうたらこうたらとかっていうのが、えー、パラメータ入れると計算してくれて、えー、じゃあ何ミリの、えー、パイプと角、えーねえー、パイを使えばいいかなみたいな、えー、目的別に合わせてね 計算してくれる。これ a p p キャドっていうソフトでね、えー、便利ですよね。えー、あと、たまに出てくるのは、えー、アンテナ。ねえー、これ、ママな、えー。実際の電波の放射ですね。に関する、えー、この原因のアンテナを求めるには理論値は見た。で、これ実際作ってみてね、えー、やってたり、えー、するんですよ。だから、そうですね。だから、これから、4ガマ、3ガマ取る方、うん、そうそうね、構える必要はないと思うんですよね。ある程度の、うん、足し算、掛け算、割り算。 えー、方程式の計算等々できれば小学生でも受かるくらいですからでただそれ何のために必要なのって言った時にやっぱ電流の計算ができないと電源系統が燃えちゃうしアンテナの,その理論と計算ができないとやっぱりその変な副車をして周りに迷惑をかけてしまう,うだからこの工作のできるアマチュア無線っていうのはライセンス制になって4アマ3穴であってもそういう基礎的な、ねえー、計算っていうのは、えー、必ずそのできるように、えー、求めてるわけですよね。えー、だから六が、ねえー ダメ,だダメだって言っても一応ね2山と1山を持ってるんで100%ダメなわけなんじゃないんでしょうねただ難しい計算となるとねお手上げになってしまう部分があるんで。 えーえーえー、ちょっと怒られてしまいますが、そういうことを言うとね、ただやっぱ最近はソフトでいろいろ解決してくれるんですよ、ねえー。ただやっぱり基本的なことを、ねえー、は理解しましょうみたいな、だからそういうことはやっぱ5 9んが詳しいよな、うまいよな、えー、人に振っちゃいけないか。はい、えー、そんなんでね、今日の動画はアマチュア無線、えー、数学、う計算、えー、どの程度理解していればよろしいですか、うん、基本的には本当に中学生レベル、えー、分かれば大丈夫なんじゃないのかな。えーで実際使う時は うん、だからそれを関数公式に当てはめるの難しいからそういうのは便利なソフトがありますよという紹介でした。そしたら楽しいハムライフを JZ0TRZ j 六輔でした。またお会いしましょう。さようなら。